い、皆さんこんにちは。 DIY チャレンジのヒデです。今日はですね、こちら L150S のムーブ、ご覧の通りですね、かなり痛々しい、あのシルバーでこう あんまりこう目立たないようにね、このボディ色がシルバーだから目立たないようにと、こうシルバーのテープでですね、いろいろと細工してあるんですけども、結構バンパーフェンダーボロボロなんですけれども、こちらのですね、右フロントフェンダー、まあ、バンパーも脱着するんですけれども、こちらのですね、交換を今日はですね、DIY していきたいと思います。これね、板金屋さん出すよりも買い付けた方が早いだろうと、その方が安いだろうということでですね、もう自分家でチャレンジしてみました。はい。もうね、今よりマシになればいいということでちょっとやってきますので、いろいろとまあちょっと大雑把にやっちゃいますけれど、多めに見てください。はい、それではですね、早速作業の方を始めていきたいと思います。アングル変わります。はい、こちらご覧ください。今ね、正面からしかね映ってなかったからあれなんですけど、フェンダーとかもこうサビとか入っちゃってね、こう割れてますね。で、ここガムテープ、男らしいですね。ガムテープで止めてあります。はい。これちょっと高速道路の怖いですよね。これガムテープで止まってるってね。で、こちらね、フロントから見るとね、そんなにひどくないんじゃないかなと思う。ガムテープ。ですね。ライト？あ、ライトがね、ごめんなさい。はい。すいません。すいません。はい。こちらですね。はい。もう本当は、もう、ボンネットとともにともどめという感じですね。はい、すごいです。これ、ボンネット開けるたびにこう剥がさないといけないというね。はい。こちらもひどいです。はい。あれ、ここ、ここ、前はまだこんなにひどくなかったから、こっちのフェンダーは今回頼んでないです。いや、どうしよう。こっちはもう再利用ですね、このフェンダーをね。はい。じゃあまあ一応こんな感じなんですね。で、まずはバンパーを外していくところから始めていきたいと思います。はい、それではですね、ちょっとアングル変わります。はい、今ね、ボンネット開けたんですけどね、このテープがついてたらね、開かないのでね、これをまず取ります。はい、こちらもこの車だけなんですこの車だけしかこんなことしませんよね。はい、開けます。すごい男のタイラップ止めですね。すいません、ちょっと、こちらをすごいですね。ここタイラップ、こことクリップじゃないんだ。ここと、そうですね、本当はクリップで止まってるんですけど、タイラップですねすごいです。結束バンドですね。はい、男らしいです。はい、多分このあれでしょうね、このメッキパーツも取れるから、これテープなんでしょうね。開かずのところをやってみましょうか。ひどいひどい。ああ、これでも塗装が取れてるわけじゃないのか。これがどうせまたパカパカなの。あ、パカパカでもないのか。なんでああいうふうに止めてあったんだろう、ね。うん、ちょっと不思議ですけど、まあ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 、この辺と